皆様こんにちは。本日はお忙しい中、ジャパンディスプレイセルフケア健康見守りサービスバーボ発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めます関本奈子と申します。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、株式会社ジャパンディスプレイ代表執行役会長 CEO スコット・キャロンより皆様にご挨拶をいたします。スコットさん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。 JLI の CEO のスコット・キャロンでございます。本日のバーゴ発表会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日は雪じゃなくてよかったですね。ちょっとニアミスだとちょっと思っております。本日のバーゴの商品でサービスの背景を簡単に説明いたします。3つの観点から我々 JLI としてどうしてもこのワーゴの意義を感じてやるべきだと判断いたしました。3年前ですけれども、ね、一つは私どもはテクノロジーカンパニーでございます。テクノロジーを通じてより良い世界を作る。私は実は21年の1月に CEO として就任いたしましたけれども、その最初の決算発表会の場において私が技術の進歩は人間に寄り添うものであるべきと申し上げました。それは新 CEO として社会への約束事もありました。テクノロジーを場合によっては大変残念ですけれども、人はむしろ食い物にすると悪用がある中では、私どもは日本の企業としてですよ、日系企業は社会を良くすると、私は日本への意味なんですけれども、そういうものだと思っておりまして、我々より良い世界に貢献したいと技術開発を行ってきました。二つ目の観点です。社会というところですが、残念ながら我が国、私は日本30年以上おりますので我が国という言葉を使わせていただきたいんですが、やっぱり少子化高齢化に直面しています。日本の社会的なダイナミズムを維持するためにどうしても創意工夫が必要だと、そういうふうに痛感しております。なのでもう80歳になったとしても、高齢になったとしても、もうより元気 で80歳だけじゃなくて30歳でも40歳で落ちないのも、そういうような生き生きする伸び伸びする日本をどうしても我々はその我が国に貢献したいと思います。3つ目の観点ございます。 JLI は浄土会社でございます。ずっと赤字の状況で、我々十分に我々の社会的な責任を果たしてないと理解しております。なので株主の皆様、ステークホルダーの皆様、協力会社の皆様のためにより良いものを作って、より良い JLI、 強い JLI を作らないといけないというふうに思っております。本日のワードは Vital Intelligence Ring、 若干ヒントになりますけれども、 Guardian Optimization の5つの要素を組み合わせるものでございます。そして先ほどの話に戻りますけれども、何を目的にしてこういうワーゴを商品サービス化するのかとなりますと、こういう理念でございます。すべての人の安心と健康に寄り添う、21年の原点回帰だというふうに認識しております。それでは
映像、評価の映像を作りましたので、ご覧になります。絶え間ない研究開発により、世界を技術でリードするディスプレイメーカーとして、歴史を積み上げてきたジャパンディスプレイ。今、新たな挑戦が始まります。バーゴは独自開発の生体センサーをスマートリングに持ち、身につけた人の心拍数や歩数などのライフログを活用した健康見守りサービスです。多忙な仕事中でも、運動中でも、手が離せない運転中でも、いつでもどこでも健康状態をスマートに管理し、あなたの代わりに見守ります。ジャパンディスプレイはバーゴを通じて全ての人の安心と健康に寄り添います。パーソナルテックフォーアベターワールド JDI。 それではこれでバーゴを皆さんにご覧にいただきたいと思いますが、その前に若干自白があるんですが、実はバーゴはハードウェアとソフトウェアの組み合わせでございます。でそのソフトウェアが非常に大きな役割を果たしておりますが、なかなかソフトウェアがお見せできませんので、本日はハードウェアのところでこれでご紹介いたします。皆さん、セルフケア、健康見守りサービスのバーゴでございます。それではこれよりフォトタイムとさせていただきます。皆様お写真と撮りいただきありがとうございます。一度こちらでフォトタイムとさせていただきます。皆様自宅からの撮影ご協力いただきましてありがとうございます。ではこのまま引き続き新サービスの発表に移ります。スコットさん、続きこちらの発表をよろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございます。まずはこれが経営哲学でもございますが、やっぱり他社さんがやってることを我々も同じくやってて、まずは社会貢献になりません。やっぱり何らかの進化、要は世界初我々果たさないといけないというふうに思っておりますが、今回の非常に大事なところはハードウェアのところですが、世界初の OPD センサーをスマートリングに組むことにしましたと。で OPD というのはオーガニックフォードディテクターということなんですけれども、要は有機の材料を使ってます。実はここにありますけれども、何が良いかというと、とっても小さいんで、しかもフレキシブルで軽い。で、今までのスマートリングの、こういうセンサーは実はシリコンですよね。で、硬くて厚い。で、面がなかなか取れない。なので、ご覧の通りですけども、この OPD を使って、超薄型、形状の重量も取れて、しかも測定、やっぱり正確にいろんなバイタルを取るためには、ある程度の幅がないといけないですね、面積がないといけないんですけども、それが今までのスマートリングが不可能だったものを、我々 OPD、JDI はディスプレイ会社と思われていますけども、やっぱりセンサーがディスプレイで非常に親和性の高い、まあ、どっちかというと発信か受信かという技術の違いだけとなりますけども、このコアケイピビリティを世界初のものに、まあ、魂も入れてと作ってきましたと。でそうすると、これウォッチとの違いともありますけども、リングというのは、装着感が非常に良いと。ぐるぐらはしない。
なので視聴とするバイタルデータをライフログも取ることができるんですね。なので今回の発表で現時点でなりますけれども、心拍、血中酸素、歩数、心拍の変動、睡眠、または体温を、もうリアルタイムで、取れるような、スマートリングとまたはそのシステムとなります。でこれしかもですけども、いろんなデータがアライチしてと、そのデータどう解釈すればいいのか、どう使っているのかというところで、システム上の対応は当然いたしますけども、それだけじゃなくて、このページで右側をご覧になっていきたいんですけども、その女性の方はもう保健師でいらっしゃいますけども、下の右下のところダッシュボードあります。もう要はいろんな方は、これは一つの例えば企業の保健師を想定する映像なんですけども、画像なんですけども、たくさんの社員のデータを見てて、もちろん社員の許可を得た上ですけども、それについて的確に、この異常値だとか、そのアドバイスをさせていただくと、専門家がということですけれども、それが、今回のバーゴの、非常に大事なところでございます。で、今現在で、これから技術ロードマップをお見せいたしますけれども、人が入ります。実際の保健師の方がご覧になって、こうって、個人個人にメール通じてアドバイスを送りますけれども、これからその AI 化を図っていきます。で当然、現時点でもその保健師がのための生産性ツールも導入しますので、その可能性をワーゴが持っている、要はその個人個人のためのデータを良い形で専門家、クロートが支援すると、研究増進を支援するという形になります。で今までの実証実験というのは社内で行いました。これは、去年の明けなんですけども、1ヶ月間で、約200名が、ボランティア、社内のボランティアで募集して、私も入りますけども、そしてワーゴを実際に使って、いただきました。でここで非常に大きな結果になりますけども、これが 20% ぐらいがその健康の意識の変化を感じてその行動変容を行いましたが、場合によっては皆さんも、私もそうだったんですけども、 20% たった 20% っていうのは奇跡的ですよ。なかなか、この健康に対するその行動変容を、起こすというのは難しい、人がなかなか変わらない。だけども常時につけてますし、そのデータもありますし、保健師からアドバイスありますし、かなり今回の、社内の実験で有用じゃないかというふうに、感じておりました。それと上で、もう本日、岡山大学野上先生、また青柳さん、のご一様が、座談会に出てくださいますけども、当社だけじゃなくて、こういうような今までのない、体内っていうのは深海、深い海のようなものですよ。謎ですよね。今まで謎だったものを可視化して、人に初、実際に感覚じゃなくてデータも続いて、何が体内で起こるのかということは確認できて、そのデータをより良い世界、より健康のある方々が参加する社会を作るためには、 JDI 単独でまずはできません。なので連盟を作って、これを、社会的な現象として作り上げていきたいと思いますので、本日の、発表でもございますが、今月から共同研究を行います。で参加者は、岡山大学さん、青井さん、ベルツさん、両備グループさんで当社となります。で実際にここ1年で、両備さん のバス運転手さんがこのバーグをつけて、その実際にどういう、結果になるか、を確認いたします。先ほど の技術ロールマップの話を振りましたけども、バーグっていうのは、言ってみれば一つの新しいプラットフォームですよ。非常に小さな媒体ですけども、コンピューターです。もうこのリンクというコンパクトな形状なければ
まあ、日本の微細化技術を今回で有効活用させていただきますけども、マイコンが入ってます、メモリも入ってます、いろんなことを可能にします。なのでこれ本日はバーグ 1.0、2.0、2.3、3.0、3.8 って持ってきますけども、まず AI の、まあ、組み合わせをこれからいたします。で先ほどはオープンプラットフォームですので、 Apple Store のようにいろんな方々がこのバーグという、特殊のデバイスの特徴を生かしてソフトを作っていただきます。で最後ですけども、個人個人の認証、また決済のためには、我々の新しい機能を入れていきます。ところが、ね、ちょっと簡単な事例になりますけども、例えば、AI があって、自分が例えばよくやったんだったら、こういうことだったら、こういう形でやればいいんだというような、一つになりますけども、まあ、いろんな意味で、的確に、しかもマスじゃなくてオーダーメイド、個人個人のために、こういう技術がそういう可能ことが可能になりますので、そういう健康増進のためにバーグを生かしていきたいなと思います。で、目指すのはたくさんのユーザーさんがバーグを毎日使ってくださって、その方々がより良い、より豊かな生活を送ることのようになるとあります。まあ、とりあえずは100万人以上じゃないと我々が成功したって言えないと思うんですけどね。実際にこれだけで割ってしまえば、これは大きな目標であると当然理解しておりますが、1000万人、2000万人、やっぱりより多くの方々がこの技術を、まあ、健康、自己健康管理革命って言っていいですかね、のためにはぜひぜひそういうような付加価値のあるサービスにしたいなと思います。バーグというのはヘルスケアからセルフケアと、要はヘルスケアは重要ですよね。だけども病院に行ってお医者さんと話して、それだけじゃなくてもう日々で自分での、まあ、人生哲学のもと、自分のやりたいように生活を送るというのは、やっぱりセルフケアに進化させていっていただいて、個人個人が主役であるという社会、その可能性をバーグを通じて皆さんに提供したいと思います。すべて人の安心の健康に寄り添う、そして JDI としては Personal Tech for a Better World、本日皆さんご清聴ありがとうございました。スコットさんありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。それでは続きましてトークセッションに移ります。トークセッションのテーマはセルフケアにライフログが使われる社会に向けてと題しまして行います。今後共同研究を開始するパネリストの皆様とご一緒にお話しいただきます。パネリストの皆様ご紹介いたします。岡山大学学術研究員環境生命自然科学学域教授 DX 推進担当副理事野上康之様、あいおい日生同和損害保険株式会社デジタルビジネスデザイン部部長小泉康弘様、株式会社ジャパンディスプレイ保健師公認心理師戸高美香、以上の3名でトークセッションを行います。それではお待たせいたしました。トークセッションをスタートいたします。ご登壇いただきましょう。岡山大学で DX 推進担当の副理事をしております野上康之と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。では小泉様お願いいたします。はい、あいおい日生同和損保の小泉と申します。当社の中でですね、事業開発責任者でございます。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。では戸高さんお願いします。ジャパンディスプレイの戸高美香と申します。保健師公認心理師としてサービス設計に携わっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは皆様おかけいただきまして、トークセッションに移ります。スコットさん、ではここからの進行をお任せいたします。よろしくお願いいたします。すみません、皆さんよろしくお願いします。まあ、先ほど私が熱々と、すみません、拙い日本語だったんですけども、こういうようなまあセルフケア、またはライフログ、まあ可視化っていうのを話いたしましたけども、まあ実際に野上先生のところで岡山大学と小泉さんの相生さんとのまあ共同研究になりましたけども、まあ私じゃなくて、例えば野上先生はどういうお考えで、どういうご希望あってご参加されたでしょうか。はい、私自身はもうこういうなんていうかデバイスっていうのができると、まあ、世界が変わるなっていうことをずっと思ってました。まあ、もっとよりその最近パーソナルヘルスレコードって言って、まあ、お医者さんが例えば MRI であったり CT であったりいろんなデータを取ると思うんですけど、それをやっぱり本来持ち主っていうのかな、そのデータを持っている人は、まあ、その患者さんであったりその方自身だっていうことで、個人にそのデータを返すっていう時代が進んできてると思うんですけど、そんな中で逆にそういう、なんていうか、そう検診みたいな時ではなくて、普段自分がこう生活している中で取れてくるデータっていうものが一緒にこうライブ感を持って入っていかないといけない時代だと思うんですよね。でそういった中でこう自分自身がどういう健、まあ、ライフスタイル健康状態なのかっていうのを把握するとともに、逆に例えば僕みたいに壇上に上がったら緊張してこう脈が上がってるのかとか、まあ、仕事にこうある種リンクしたようなデータっていうのが見えてくるような気がして、そういうことをその総合大学の岡山大学としてもですし、ある種こう地方岡山というところにはすごく問題も課題も実践のフィールドもたくさんありますので、連携しながらやれたらいいなと思ったんですね。はい、そのとこですね。今回はリンという形状をしましたけども、これいかがですか。もうちょっとプライベートな話になっちゃいますけど、誕生日のたびにうちのかみさんから腕時計をプレゼントされまして、で一番最近のがそういうある種こうなんていうかライフログというかバイタルログが取れる時計なんですけど、でもたまにはこっちの時計もしたい、あっちの時計もしたいなんていう中で、まあ、今回リングっていうことで、かなりそのなんていうかな、まあ、どの指につけてもいいし、意外にこうつけてみるとこう外すこともなかなかなくなったり、あるいはこう 水仕事する時でも、例えばゴム手なんかもできるななんて考えると、やっぱり継続的にすごく精度の高いデータが取れるんじゃないかなということで、すごく期待してますよね。そんな感覚ありますね。嬉しいですね。要は今までの前のものを作っていきたかったんですけどね。でちょっと時計って大きいと思いましたね。小泉さんはいかがですか。私たちの会社はですね、まあ、損害保険会社ということで、まあ、主に自動車保険をお客様に提供しています。で昨今のまあ物価高とか、また交通量の増加っていうことに伴って、やっぱお客様にこうお支払いする保険金がやっぱすごく高くなってきています。で逆に言うと、やっぱこれを保険金が高くなると、何年後かにはお客様に保険料を上げなければいけないっていう、このやり方がやっぱサスティナブルではないので、まあ、私たちの会社としては、例えば先ほどお話がありましたように、2月から今月から実証実験をやる、そこに運送業界っていったところのドライバーさんの、まあ、事故をどれだけ減らせられるか、まあ、これを日々のこの健康管理と、それから PHR っていう、まあ、こういったところからあらかじめ予測をして、で安全にどれだけ運転していただけるかっていうことも合わせてやることによって、まあ、事故を減らして、でお客様に、まあ、ひいては世の中のまあ、交通事故をなくしていく、まあ、こんな取り組みにこの PHR っていうのが使えるんじゃないかな、こんなふうに思いました。そしてもう毎日一緒に働いてますけども、戸田さん保健師、小西西でいらっしゃいますけども、まあ、どういう課題が今あって、例えばこういうバーグを通じて どういう行動、まあ、行動変容という言葉を使わせていただいたんですけども、 何がいいんですかね。野上先生がおっしゃってたように、やはり長いスパンで健康診断の時だけではなくて測っていけるので、即時にフィードバックを返すことができるっていうのがすごくいいかなと思っています。個人個人やっぱり健康課題を意識するっていう機会がないので、そしてまた情報がたくさんある中でどれを選んでいいかっていうのが、やはり専門家のちょっとしたアドバイスでどれを選択するかっていうのが変わってくるかなと思っています。課題というテーマで、やっぱりこれは課題を克服しないといけないと思いますけども、まあ、野上先生、また小泉さん、それについていかがですか。
例えば僕なんかが思うのはやっぱりこう日本人特に糖尿病であったりとかいろんなあると思います。いわゆる病気ってなんか日々の蓄積でなってしまうことって多いと思うんですよね。である日突然なんか健康診断の中でボーンと言われてなんかそれから先薬を、ね、飲むようになって、で逆に言うとだから健康っていうのもおそらく蓄積で、それがおおよそ大体30代の中高半ぐらいから意識的に取り組まなきゃいけない。でそういったものがこう普段のなんていうかこう生活の中から自然と取られていて、なんかある瞬間例えば数ヶ月前1年前の自分どうだったんだろうとこう振り返られるような、そういったデータが蓄積されるっていうのがすごくなんかもう時代のスタートラインこう変わったなっていう感じがしていて、活用しなきゃいけないなと思いますね。私たちの場合は先ほどの話と同じなんですけど、近いんですけど、やっぱり運送業界っていったところの課題解決をどれだけやるかっていうことを結構軸足に今置いています。10年ぐらい前ですかね、高速道路でこう、バスがちょっと雪道突っ込んで多くの方が亡くなるっていう痛ましい事件もあり事故もありましたけれども、やっぱそういう人たちのドライバーさんの健康状態をどれだけこう把握できていたら、もしかしたらああいう事故も防げたんじゃないか、場合によってはその時の体調管理、その日の体調管理っていったところで急に運転手の方を変えるっていうことで痛ましい事故もなくなるんじゃないか、こういうふうに思うと、まずは私たちの会社としてはこういうバーゴっていったところと組んでこのバイタルのデータを取るっていうのはすごく関心がまずあります。で加えて私たちの会社合わせてお客様の運転の動向をまた可視化するっていう、こういう自動車保険も取り扱っておりまして、でここのデータとバーゴのデータをうまくこう掛け合わせることによって新しい何かその示唆を与えるようなものが見つけられるんじゃないかと。でここを岡山大学の野上先生のところの研究掛け合わせることでまたこう違う、ドライバーさんに対する、サジェッションができるんじゃないか、こういうふうに思って取り組んでますので、すごくこう1年っていう、意外と長くて短い期間だとは思いますけれども、より多くのデータを集めてまた私たちもしくは社会のための、ビジネスにつなげていきたいな、こんなふうに思っています。ありがとうございます。技術ローマップのところで、3つのことを、列挙いたしましたけども、お参加からなんかアメリカのパネルだったのはスクラムのようにもありますけども、なんか順番じゃなくていいんですけども、なんかこれからこういうような、例えばバイタルに対するデータと投資とか何でもいいんですけども、いかがですか。例えば僕なんか本業は実はセキュリティを研究してるんですね。だからこういうバイタルデータっていうものがある種の ID にもなるだろうし、逆にプライバシーを保護しなきゃいけないようなものにもなるだろうし、で先ほど小泉さんおっしゃったけども、例えば両備グループとかですとバスの運転手さんとやっぱり毎日健康な状態で乗ってるかっていう、こう対面フェイストゥフェイスでのこうジャッジをするらしいんですよね。でそういった時に、例えば昨日本当はよく寝れてないんだけど、大丈夫だろうっていうようなことが、こういうバイタルログのエビデンスとして、いや昨日ちょっと寝てないんじゃないのっていうことが言えるようになってくるっていうのもすごく大きな話だと思うんです。なのでそういうある種 まず真っ先にこう気づきそうな、そういうビジネス的な面も含めたアイディアと、あと今後いざデータを可視化していくと、それこそ AI たちがこう人間たちが気づかないような物言いをするんじゃないかと思ったりしてまして、いくつかまさにアイディアがあるんですけれど、そういったものが展開できるとまさにこういう共同研究面白いんじゃないかなと思って、アカデミアとしてはすごく楽しみを今抱いてますね。僕でいいですか。僕は2つありまして、まず1つはやっぱバーゴっていうものが、リング状になってますけれども、やっぱもうちょっ とデザイン性はまだ後でも全然いいと思いますけれども、やっぱもうちょっと薄くなったり細くなったり、こういうところの、ある意味、デザインっていうんですかね、ここがあったらいいなっていうふうには思いました。というのも運転手の方とか、場合によっては今後運送会社だけじゃなくて建設業とか、こういろんな日本を支える業界業種っていったところに展開していこうとしたときに、その仕事中にリングなんかしてるなよっていうふうに思われるような、まだまだ日本ってそういうカルチャーがはびこってるんだと思うんですよね。そうするとそういうものがあるのでバイアスかかってちょっとつけるのやめようかなっていうふうになるのはすごくもったいないなと思うので、そこがもし機能性が追求できるんであれば、まずそういったところが改善できるといいなと思ったり、他のメーカーさんでもまだまだそこまで行き着いてないので、ぜひ JDL さんにはやっていただきたいなと
わかりました。ちょっと戸高さんに行く前にちょっと皆さんに多分ご説明した方がいいと思いますけども、ある程度このバーグで幅あるんですよね。でそれは訳があって、非常に軽い、しかも薄い、その薄さっていうね、装着感に最も関係してますので、幅を取る理由はやっぱり面積あって、それでバイタルデータは正確に取るんですけども、ご自身もおっしゃる通り、もっともっと狭いものにね持っていきたいと思いますけど、実際に皆さんにぜひ手に取ってまたは装着していただきたいと思いますけども、驚くほど軽い、と思います。すいません、ちょっと宣伝させていただきました。戸高さんいかがですか、その新刊のところだとかね、新刊そうですね、野上先生がおっしゃってたように、やっぱりそのまだつながってない点で、今まで健康診断とかで取られた部分を線でつないでた時に、こういう傾向があるとこういう病気になっていくとかいうの、傾向がこれからデータ分析で取られていくと思うので、より予防につながる、事故もですけれども病気の予防にもつながるんじゃないかなと考えています。私にちょっと皆さんの確認したいんですけども、このバーゴってやっぱり2つの、健康維持増進のためにはある、1つは局所的に、まあ、例えば、危ないとかねの時にはこれを気づくんですけども、でそれ以外にやっぱりオンゴインで、もっと睡眠とっていいんだとか、血糖値の問題ありますので、薬を、もらった方がいいとか、そういうふうに感じてますけども、皆さんと考え合ってますかね。僕はすごくそういうことを考えてますね。もとより以降連携って言います。お医者さん自身もこういうデータが今目の前に、例えばこう病床というか、なんか病院に来てる状態ではなく在宅であったり、何しろ健康な方、病院なんか来ないような人たちがどんなデータ、こうバイタルを持ってるのかっていうのすごく気になると思うんですよね。なのでそういうところから新しい研究がおそらく芽生えるということと、あとさっきスコットさんおっしゃった通り、何かそれに対して例えば治療をした時に、その治療に対するさらなるこう体の方のリアクションがどう出てくるのかなんていうのがライブでこう出てくるっていうのは、すごく僕はやっぱり研究開発要素たくさんあると思ってるんですよね。そういう意味も含めて、こうある種のこういうこうアカデミアの方もこういうデバイスの方もまた新しい進化が始まるんじゃないかなと思いました。ワクワクですねどうぞ。僕の方も、そうだな、そういう点でいくと、やっぱり将来あった方がいいなって思うのは、よりその人の健康の状態を判断してどういうふうに、過ごしたらいいかっていうことを、やっぱアナウンス、事前アナウンスしてくれるような予測とか予知じゃないですね、予測をして、でアドバイスしてくれる、まあ、こういうところにどん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 こう突き詰めていける、まあ、こんな研究がこのメンバーでできるとすごくいいんじゃないかなと。結果それによって人々の行動変容が起きたり、まあさっきの話じゃないですけど、ドライバーさんであればドライバーさんが一人一人の、まあ健康状態に基づいて気をつけることができてくると、いわゆる一般的なこうドライバー運送業界の中で通り一辺倒の、まあ、指導とか指示とかこういうことではなくて、一人一人カスタマイズされた、まあ、指導ができたりすると、もっとこう事故が減ったりリスクが減ったり、まあ、こういう世の中になっていくんじゃないかなっていうふうには思っているので、そこにすごく期待しています。また課題の話に戻りますけども、非常に、まあ、多分我々はまあ、ご参加の方々もこれができたらいいなとあるんですけども、気をつけないといけない、まあ、パーソナルデータの扱いとかあったりするんですけども、それ以外に今回で良い形で、できるようにどうすればいいのかについてのアドバイスとかもお考えあれば、戸高さんいかがですか。個人データの扱いですね、野上先生がご専門だと思うんですけれども、うん、やっぱパーソナルデータの取り扱いっていうのはやっぱり大きなところが今持っているけれども、うん、個人に返していくっていう意味でも、うん、やはり丁寧に扱っていく必要があるなっていうのと、うん、取ったデータは本人にお返しするっていう形がいいなと考えています。スコットさんのスライドの中にもありましたけど、例えばやっぱりこうバイタルデータって極めてその人本人を示しているような気がするんです。こう交際とか指紋とか言いますけどね。なんだけども、これが不思議なもんで、こう日々の蓄積の中で、例えばパソコンのユーザー認証も最近キーのこうタッチのスピードとかでユーザー認証するぐらいですから、ある種の本当にこう個人そのものを表すデータになってくると思うんですよね。
なのでしっかりセキュリティを担保するということと、その裏返しとしてそのデータこそが自分をいろんな形でこう ID というか認証していくようなものにも使えると思うので、まあ、安全に活用していくという両面が必要かなとすごく思いますね。ありがとうございます。最後といたしますけども、まあ、先ほど小泉さんから今回の共同研究の意義のご説明ありましたけども、野上先生は今回でここってね、やっぱりなりたいとかなくてはならないとか何かあります？僕自身がすごく思っているのは、まあ、岡山っていうのはすごく、まあ、電車も通ってはいるんだけど東京のようでもないの、すごくバスを活用する、そういう意味で言うと公共交通の中におけるバスとかタクシーってすごく重要なんですよね。でそういう運転手さんたちが例えば日々のドライビングの中で、まあ、どんなそのメンタリティーでたとかあるいは健康状態で運転しているのかっていうのが見えてくると、まあ、おそらくそういうある種の地方のある種課題を抱えたようなところにおける公共交通どうあるべきみたいな新しい側面が出てくるんじゃないかなと思ってまして、まあ、そういうことっていうのがこういうコラボレーションがないと、まあ、絶対にできない。でタイミングとして何せこういうある種の生データというのかな、バイタルのデータが取れるっていうことがすごくタイムリーなことなので、まあ、今だからこそできるしやる価値のある研究だなと思って、すごくそのためのスタンバイを今しているところです。はい、ありがとうございます。まあ一つ言えることとしては、まあ、私たちとしては今後の未来っていうところでいくと、まあ、ずっと運送の話ばっかりしましたけれども、まあまずは岡山からまずやってみますっていう話ですけれども、まあ、運送業界だけじゃなくてこういう課題を抱えているところの業種ってたくさんあると思います。まあ、今運送のドライバーさん80万人いるって言われてますけど、これが5年後ぐらいには、まあ、70万人になってしまうんじゃないかってこんな予測もある中で、そのやっぱりこう社会を支えているインフラっていったようなものにどれだけ僕たちのこの座組とか研究が貢献できるかっていう、まあ、ここの理念掲げて進めていくことが、まあ、社会課題解決につながるんだろうなっていうふうに思って取り組んでいきたいと、こんなふうに思ってます。ありがとうございます。戸田さん何かあります？ちょっとご本人の前ですけども、要は保健師と公認心理師でいらっしゃいますので、投資に入っていただいてこのプロジェクトを推進するためにいろんな我々としてエンジニアばっかり の集団じゃないんですけどありまして、大変勉強させていただいておりますけど、今の経験とかこれからどういうふうに生かしていただいとか何かございませんか？そうですね、先ほど小泉様がお話しされてたように、個人個人に合わせてっていう部分で心身の健康、メンタルヘルスも大事だなって考えているので、個人に合わせて行動変案の言葉を変えていくとかいうのも今作っていますので、そういうサービスも今後提供できたらなと考えています。以上 お参加とのお力を借りして、JDI がぜひともバーグを通じて社会貢献したいと思いますので、改めて皆さんに大変もう心からの感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。以上とさせていただきます。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。トークセッションをお送りしました。スコットさん進行ありがとうございます。では皆様にはこのままお残りいただきまして、質疑応答のお時間に移ります。ご質問のある方は挙手にてお知らせいただき、マイクをお持ちいたします。なお発表及び共同研究に限った内容でお願いいたします。お時間の関係上質問は1社2問までとさせていただきます。それでは、はい、ご質問のある方お知らせください。ではお願いいたします。一つ先生と泉さんでそれぞれ伺えるとありがたいんです。まず先生の方には先ほど以降連携の話もありましたけども、まあ、今回のような技術を使いつつ、まあ、JDI さん他にもセンシング技術等々出かけておられて、その辺の拡張性みたいなことをもし何か考えておられたらということが一つと、あと相生さんには先ほど PHR の話もありましたけど、まあ、いろんなそのユーザーの方への行動変容を促すサービスという意味でですね、今回の座組を使って他にも、まあ、今回はドライバーさん中心ということですが、まあ、一般的な加入者の方を含めて何か展開されるということがあればご無理ない範囲で示唆していただけるとありがたいです。以上お願いいたします。はい、でまず私の方からですけども、やっぱり、先ほど申し上げました通り、そのこういうバイタルログが常に取れるという状態っていうのがやっぱり医学部の先生方とか、まあ、お医者さんとかなかなか今までになかった状況だと思うんですよね。なので今本来であれば、例えばこういう生活をしているから今こういう状態なんだろうとか、あれだからこういう薬を出せばこういうふうに改善していくんだろうということをやってると思うんですけど、
その状況、生の状況であったり、薬を投与した時のリアクションがその場から出てくる。それもいわゆるこう入院をして病床にこう、ね、ついているような状態でなく、在宅でも、まあ、昨今そのコロナのこともあって、なかなかそのずっと入院ということもできないと思うんですけど、在宅の状態でもということが見えてくるというのはすごく大きいと思うんです。だから今までの治療が果たして合ってたのかどうかみたいなことっていうのが、まあ、今取れているデータからも早速アクションとしてやれるという話。あともう一つは、となるとやっぱり先ほども話題として出しましたけど、成人病というんですかね、いわゆる例えば糖尿病であるとかだとすれば、そういうものに対してどんなことが取れたらもう一歩踏み込んだ糖尿病治療できるようなってなってくると思うんです。でそのいくらかのヒントはおそらくまた同じように、こういうリングであったり、こういうバイタルを取るようなデバイスに実装できてるんじゃないかと期待していますので、そういったところがもうシーソーのように技術とか研究とかが推進されていくんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。はい、失礼いたしました。どうぞ。失礼いたしました。はい、私たちのところも、まあ、今回はまず運送業界っていったところですけど、当然他の業種にも展開、 2B っていったところでは考えてます。で当然お客様は法人契約だけではなくて、まあ、個人のお客様も非常に多く弊社にもおります、いらっしゃいますので、そういう方々にも何かこう 役に立つというよりも、まあ、使えるようなサービスっていったものを目指そうというふうに今考えているところです。まあ、具体的に申し上げると、まあ、そもそも先ほどちらっと言いましたけど、当社の自動車保険自体も車にセンサーをつけて、その車のうまい下手っていうものをスコア化するって、まあ、こういう自動車保険を今当社今200万台ぐらい売らせていただいています。そこから取れてくるモビリティのデータっていったものがありますので、これは乗ってる時の運転の挙動なんですけれども、その乗ってない時の状況までか合わせて、それをトータルでスコア化するっていうことができると、よりお客様が安全で運転しやすくなる。場合によってはその運転よくすると保険料も安くなるって、こういうふうにつながっていくものになりますので、まあ、お客様への価値提供っていったものはどんどん作れるんじゃないかなって、こんなふうに思っています。ご説明いただきありがとうございました。とお話の冒頭に、まあ3年前頃から構想があったという話があったかと思うんですけれども、今回の発表までに、まあ、どれぐらいの投資額が今回の製品化でかかっているのかというところと、あと、トライアルで提供を開始するとありますが、具体的にどちらの拠点でこちらトライアルというか、まあ、生産体制を整えたのかというところを教えていただいてもよろしいでしょうか。まず1点目です。生まれさん、あります。今回はなかなかいい性格のことを 言いづらいというか、なぜかというと、今回の直接このプロジェクトで億円単位の投資なんですけども、なんて言っても、まあ、JDI までは日立、東芝、ソニーの時代あったんですけども、ずっと蓄積してきたセンサー技術を、また微細化技術を今回で全く新しい形で投入しますと。なので直接は億円単位、場合によっては、長い目でいるともう100億円単位になりますけども、そういう感じになります。でしかも直接にこの、まあ、社内ベンチャーの私の直轄でやりますので、10名以内 の、 少人数で、もうある意味は CEO 直轄というのを守る、もう自由にもう早く走るようにしましたけども、だけどもそのバックアップとしては何十名もエンジニアも実際に開発に関わってきてましたし、まあ、先ほど言った通りで何千名ぐらいのやってたんですけども、まあ、そういう感覚でお答えしてもよろしいですか。わかりました。あと2点目なんですけれど、まあ、運送ドライバー向けにの提供をまず、第一歩として考えているというところですが、充電時間、まあ、そもそも充電が必要なのかどうかですとか、あとはそういった運送業の方はかなり荷卸しの作業等、過酷な現場もあるかと思います。耐久性等はどのようなものなのか、何かで数字的なところがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。今充電とおっしゃったんですね。充電とあと耐久性ですね。充電は基本的に1日1時間ぐらいで、まあ、目処にしてますと。なので十分に運転しない時間でこれできると思いますけども、耐久性は、まあ、これからですけども、非常に何て言うんですかね、動くものがなく、要は機械じゃないですよ、
なので耐久性はこれから我々は実証しないといけないと思いますけども、うん、十二分、うん、高いというふうに考えてます。具体的な数字っていうのはその実証の中で、まあ、詰めていくみたいな形ですかね。現時点で耐久性のことです。耐久性のところです。もちろんもうずっとやってきたんですけども、うん、特段故障もなくということになりますけども、まあ、要は、まあ、平穏とかね、わかんないですけども、いきなりサウナに入ってたりとかね、今までと全然違う人間が普段にいない、環境であれば違うんですけども、今梅根さんおっしゃったような運転手さんの現場で全く問題ないと、分かりました、考えてます。ありがとうございます。以上になります。ごちそうさまでした。スコット・キャロンさんにお伺いしたいんですけども、このバーゴの実際の事業家のこう、イメージについてお伺いしたいんですが、まずその事業家がこういつをイメージされ時期をというのと、それからこれは JDI としてはそのこのリングの、を売った製品でこう収益を稼ぐのか、それともこのサービスを含めたこう例えばサブスクモデルのようなものなのか、どういうイメージをしていらっしゃるのか教えてください。はい、田中さん、あります。市場参入は今年考えてます。なので十分にもう準備できてるんで、って言ってももう少し社内実験だけじゃなくてこの社外実験が始まってからというふうに考えてますけども、今年となると思います。そして、ハードだけじゃないんで、まさに田中さんおっしゃったサブスクモードになりますね。我々全部の、ハードウェアもソフトウェアも、作ってますので、完全に JDI がサービス提供するという形になります。もう要は今までと全然違う。でそれはまあ全然違うというリスクはありますし、当然分かってますけども、今までと全然違うしないと JDI としてどうなんだろうというふうに思いますね。うん、なので非常に大きなチャンスであり、先ほどの社会貢献からいたしましても良いものであるというふうに思います。もう一点をお願いしたいんですけども、スマートリング他社さんの方でも出されているものあると思いますし、その健康データを集めるという意味ではスマートウォッチが今すごく広く普及していると思うんですが、その他社 そのスマートリングウォッチとのこう差別化、 JDI としてのこう優位性はどこにあるのか教えてください。当然ベンチマーキングしてます。でちょっと広い話になりますけども、ウォッチの、まあ、ウォッチもありますよ。皆さんウォッチつけたいと思えばそれで問題ないんですけども、やっぱりぐるぐるしますし、大きいですし、なかなか、まあ、それ一つの形状になりますけども、ウォッチではない形状は、場合によってはもっと的確正確にデータも取れますし、まあ、個人個人がウォッチを選ぶのか、リングを選ぶのかという選択肢を挙げたいと思いますね。でリングに対して言うと、先ほど申し上げたその OPD センサーが一つの鍵になる、と思いますね。今までと全然違う、軽みと、精度となりますし、もう一つですけども、やっぱりハードだけで勝負してはいけないと思いますので、我々が作ってきたシステム、まあ、今回は、まずは日本に特化する、どっかのタイミングで、まあ、海外の展開はあるかもしれないんですけども、そうじゃなくてうちの経営資源をこの我が国のために、まあ、我が国の、まあ、特殊的な医療制度とか招集所があって、やっぱり圧倒的に日本における我々の提供する価値がナンバーワンだというふうに思ってます。なのでそれに向けて、先ほど、まあ、戸高もありますけども、その保健師とか日本の制度に合う形で我々はこのシステムを作ってきました。まあ、要はハードウェアだけじゃなくてソフトウェアの面で我々が他社さんを超えていくというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。田中さんありがとうございました。では大変申し訳ないんですが、お時間の都合上次で最後の質問とさせていただきます。後方の一番後方の男性ですかね、はい、個別の質問ご希望の方は発表会終了後にお受けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではお願いいたします。日経クロステックの内田と申します。2点ありまして、1点先ほど その精度という点なんですけど、その OPD センサーを、まあ、独自のものを使うことで、本当にどのくらいの精度っていうのが既存のものに比べてあるのかとか、あと、
まあ、その機能面で何か違いがあるのかっていうのが1点と、もう一つもう1点がですね、OPD センサー以外に別のセンサーっていうのを入れているのかと、そのいろんなバイタルを取れると思うんですが、その OPD センサーで全部取っているのかそうではないのかっていう点を教えてください。まず精度の面で私が先ほども説明した通りになりますけども、私より詳しいすいません内田さん、もっと詳しいご説明を求められたら、この後ほどのところでエンジニアもおりますので ご案内いたしますけども、2番目のところで、1つのセンサーですよ、1つのセンサーで十分ですけども、3つの LED が入ってます、緑と赤と、赤外線のところで、まあ、それで、まあ、例えば血管にぶつけて、そしてセンサーが感知するということになりますけれども、まあ、複数の同時進行で、当然、いろんな、要は心拍を取るためにと血素値を取るために違うデータが必要ですけれども、そのマイコンがこの全部に対応できて、センサーも全部に対応できるような形にしています。加速度みたいなものは入ってないという理解でいいでしょうか。もう一セット入ってます。はい、わかりました、すみません。はい、ありがとうございます。たくさんご質問いただきましてありがとうございます。お受けできなかった皆様申し訳ございません。繰り返しになりますが、個別の質問ご希望の方は発表会終了後にお受けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で質疑応答を終了いたします。皆様、登壇者の皆様一度お立ちいただきまして、この後フォトセッションに移りますが、一度ご講談いただきます。皆様ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。以上でジャパンディスプレイセルフケア健康見守りサービスバーゴ発表会を終了いたします。はい、ただいま中央中です。目線ご希望の方手を挙げてお知らせください。コンポース中です。